発見ツイッター鑑定団、今話題のツイッターをピックアップしてご紹介いたします。ツイートしたご本人に事前交渉しちゃう体当たり企画です。7月20日木曜日22時となりました。探偵団員の皆さん、今晩もどうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、本日もお相手は副団長、中野区議会議員吉田浩一郎さんです。今晩もよろしくお願いいたします。はい、はい、そして MC は、今日も、探偵団団長長尾隆前衆議院議員です。今日もよろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。昨日番組だとずいぶん盛り上がったねそういう話今漏らしちゃっていいんですかいや、中身だよね、はい、大の皆さんですね。本当にあの番組がね、始まる前と後に、まあ、ちょっと打ち合わせとかね、あの今日の番組終わってね、どうだったとかね、そういえばこんなことあったよねなんていうね、雑談をあの、まあ、長い時20分ぐらいしたりするよね。そうですね、なんかややこしい問題あるときは結構ね、深掘りして話しますもんね、うん、そういうね、真面目な話もあればね、もう本当にくだらない話でね、昨日はね20分ぐらい盛り上がりましたかね昨日くだらないことで盛り上がりましたね。はい、これをねもうメンバーシップ10ぐらいでね、月額10万円ぐらいだったら面白いかもしれないねやばい話みたいな感じでね。はい、そうですね、本当とっても楽しかったです。あの月額10万円あのメンバーシップ10で、あのご登録いただいた皆さんには、あの年齢制限ありで、そうですね、あ、そこまでいいわけですか、はい、もうね、これちょっと続けるとあの団員の皆さんにあのちょっとあの叱られますので、振った人間がここで引いておかないと、とんでもないことになりますので、はい、何を喋っているのかあの分からなかった方、本当に申し訳ございませんでした。全員だと思います。はい、それではライブ冒頭の告知文読ませていただきたいと思います現在 YouTube の AI から広告制限を受けて番組配信機器です。改めてメンバーシップ登録概要欄の専用ページからクリック募金で応援お願いします。なお現在制作支援5万円以上の方に記念品贈呈中、この機会に応援お願いします。またご支援くださる企業様がいらっしゃいましたらご連絡ください。そしてプラットフォームの影響を受けないオリジナルサーバーで高田純博士国史 7.8 奈良の変刊行にあたり完全ノーカットの文化人解説動画メール準備中です。概要欄から無料メールマガ登録をよろしくお願いいたします。それでは本日のお品書きと参りたいと思います。22時30分までは一般公開ライブです。昭恵さんが台湾から帰国、木原誠二氏妻の元夫の父と姉が会見、マイナンバーカード問題。22時30分から23時まではメンバー限定ライブです。メンバーレベル2月額390円に登録して、視聴者ご視聴チャット投稿をお願いいたします。岸田政権の行方、朝鮮半島出身労働者問題、そして団員の視聴者の皆さんからチャット質問を大募集しておりますので、ピックアップして団長副団長が回答しますので、ご投稿をお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、それでは一番参りたいと思います。安倍昭恵さんが帰国されました。台湾からですね、非常にあの充実をしたあのご旅行というか、あの、まあ、最初はね、なんか本当にあのプライベートの旅行で行かれるつもりがですね、せっかく来ていただけるならということで、本当にあの蔡英文総統やあの頼清徳さん等々、また現地の方々、大変な歓迎で昭恵夫人をお迎えになられたと。それを受けて先ほど台湾から戻りました。多くの方々に温かくお迎えいただき、終始胸がいっぱいでした。主人がいかに台湾の方から信頼され愛されていたか分かりましたと。まあ、昨日少々あの高雄の
保安堂の話については触れさせていただきましたが、副団長いかがですか。そうですね、まあ、昨日、まあ、大体、素晴らしいですねということを、まあ、申し上げてまして、まあ、そうですね、昭恵夫人のツイートで、まあ、安倍元総理が、まあ、台湾の方からというもですけど、ね、方からも、大変信頼されていたことを、まあ、身をもって、まあ、感じて書いていただいたと、まあ、本当にね、悲劇 の事件の、まあ、いや、まあ、本当に対象になってしまった方ですけれども、少しでもですね、それも素晴らしい偉業をですね、改めて感じていただいて、ご主人の偉業に感じていただいてですね、少しでも心が慰められるといいなと、まあ、思ったんですが、これ、まあ、今日は多分触れないかもしれないんですが、まあ、変な左翼のね、まあ、変な人たちが、またね、やたらケチをつけているわけなんですよ。まあ、なんかいろんな心ない返信があったようですね。僕はあんまり見てないんですけれども。はい、もう本当にね、うん、もう呆れるような、まあ、知性のなさというか、知性も品性も何にもないね、ただとにかく、もうどんな雰囲気も宗教みたいな感じですよね、とにかく宗教みたいな感じ、安倍総理をとにかく、まあ、罵倒しないと心の平安がないんじゃないかっていうぐらいね、まあ、宗教というか、病気というかね。まあ、そんな感じの、なんだっけな、白髪とか白身とかいう名字のジャーナリストとかね、なんか変な人が、政治系 YouTuber とかなんとか一生懸命言っている変なのが、いたりですね、うん、まあ、まあ、ツイッター探偵団なので、私もいろんなツイートをこう、まあ、あちこち見てるんですけど、まあ、本当に取り上げるのも、まあ、はばかられる。まあ、本当にね、なんていうのかな、もうちょっとその、知性、品性のある、なんか誰かを攻撃したり、否定したりしたいなら、もうちょっとその他者に共感を与えられるようなことを言えばいいのに、ただただ、あなたはとても下劣ですねっていうふうにアピールしてるだけのね、でところが、左の人たちの中では、なんかそう、いいねみたいなのがついたりしてるようで。まあまあ、要するに日本っていうのは昔は左翼っていうとインテリみたいなその印象とかがあった時代もあったんですね。だけどももう今は本当左翼っていうとただただ知性も品性も下劣なだけなんだなっていうことが、まあ、左翼の劣化って言ったらいいんですかね。今回の安倍、夫人の、包帯についての因縁ケチのつけ方についてもそれを感じましたね。まあ、なんか同行してもいない人と一緒に行ったんじゃないかとか、そんなありもしないことを随分書かれていたようなこともちょっと僕はちょっと見てないんですけど、小耳に挟んで、まあ、冒頭言ったようにね、当初は本当にこじんまりと、行かれる予定だったと聞いています。うん、でたまたま他の用事で現地にいた国会議員と、まあ、終日ではないけれども合流したとかいうような部分でね、なんかあとそうなんか税金使って行ってんじゃないかとかそういうような書き込みもあったようですね。そうですね、ありました、うん、ああやっぱあったんだ。はい、はい、まあ、国会議員でも、まあ、私も議員時代海外出張は相当行きましたけれど、一度だって委員会旅行行ったことなくて全部自腹ですよね。当然ですよね、自分で旅費を、ね、使っていくっていうのはそうで、まあ、委員会視察とかいうのはね、そういうのは、まあ、昔はあったらしいですけど、私10年衆議院議員やってずっと厚生労働委員会に所属してましたけども、それはやはりお金の使い道が違うんじゃないかということで一度もお声がかかったことはない、まあ、実施されたこともこの10年ぐらいなかったですよね。まあ、何はともあれ本当に、
高尾の皆さんとね、あの交流をしていただいたということですので、よかったなと思います。安倍元総理亡くなられた後もね、昭恵夫人がそれこそ本当の意思継いで、台湾の架け橋の一つになってくださることでしょう、ね、我々も頑張っていきたいなと思います。はい、それでは2番参ります。木原誠二氏問題で会見がありました。まずはですね、動画をご覧ください。スタッフさんよろしくお願いします。弟が死んだその当時、なかなか捜査をしてもらえなくて、で私たちは何の力もない一般人で何もすることができなくて、ただ諦めるほかなく、弟のことは心にしまったまま生きていく決意をして私たちは生きてきました。それが2018年警察の方からご連絡をいただいて、まさか再捜査をしていただけるということは本当に夢にも思ってなくてですね、本当に12年前の事件が解決できるんだろうかと半信半疑でしたけれども、警察の方々が本当に親身になって動いてくださって、まさか捜査があんなに進むと思ってなかったんですけど、この弟のことを見つけてくださって捜査にご尽力いただいた警察の方々に本当に心から私たちは感謝しています。残念ながら1年足らずで捜査は終了したんですけど、今になってまさか文春さんの方でこのように報じていただけるということも夢にも思わずに生きてきました。これは何か私たちは諦めて生きてきたんですけど、こうやって再捜査が始まったり文春さんの方で報じていただいて、これは何かのうまく言えないんですけど、何かの力というか意志というかそういうものを感じています。はい、ありがとうございます。これはほんのごく一部で、私もこれアーカイブで拝見しました。お父様がお話になられて、あと亡くなった谷尾さんのお姉さんがお二方いらっしゃるのかな、それぞれにお話になって、記者との質疑応答で、大体40分ぐらいありましたね。文化人放送局のスタッフさんが切り取っていただいたところが、なるほど、一番重要なところでですね、もう少し当時の警察がもっと丁寧に何でやってくれないんだろうという疑問を持ちながら自殺で片付けられちゃったと。ただいわゆるコールドケースですね、未解決事件として扱われていたんだけれども、2018年にもう一度再捜査をすると喜んだ。しかし1年で捜査がまた打ち切られてしまったと。本当にこの流れの時系列、ここまでだけですね。で、登場人物には政治関係の名前一切出てきません。そういう点ではまず順序としてこのコールドケースがやっぱり1年間で捜査が終わっちゃったというところで記者会見は終わってます。副団長いかがでしょうか。今回この記者会見に至ったということは、一歩ね、前進というか世の中にとって良いことだったなというふうに思っています。で、これ私もその、捜査をしている当局とか、全くそういう立場ではありませんので、
あの、まあ、第三者ですから、あれこれどうこうと、いう根拠も何もないんですけれども、それでも明確に言えることはですね、まあ、政治家の立ち居振る舞いとして、やっぱりその民主主義の根幹でもあるところの、まあその犯罪に対する捜査、そして立件、そしてまあきちんと法に基づいて裁きが適切にですね、行われるということを、に努力をするのが、まあ政治家、あるいは政府にいる者、まあ政府に行くことを志すべき、国会議員、地方議員もですね、の役割のはずなんですね。それが身内であってもですね、あの身内の無罪を晴らすというか証明するために必死に捜査当局に協力をするというのが当たり前の国会議員であったりですね、まあ政府の要職にあるものの、あるべき心構えであり立ち居振る舞いであるべきなんですね。まあ今回、まあ後からかどうか分かりませんが、関係者となっている政府の崇高な地位職にある人はですね、そういう立ち居振る舞いをしていただきたいと、これしかないですね。あの、まあ、警察がですね、きちんと真実を追及する、我が国ではこれは行われていません。安倍総理の事件についてもですね、何にしてもですね、それはやっぱり正義がきちんと行われるということが、社会が真面目な人が真面目に暮らすための根幹ですから、これに国民が疑義を持つようなことは、なるべくなくしていく努力をしなきゃいけない。それに、そういう、なんだろうな、行動をすべての人に求めていきたいと思います。まあ、亡くなられたこの方のお姉さんも何度も言っておらし、いらっしゃいました。なぜ弟が命を落とさなきゃいけなかったか、この真実を知りたいだけだと。僕はまずその一点だけでいいんだと思います。あの順序としてですね、それだけで十分ということではなく、まず順序としてそれが最初。まあちょっと別の話になっちゃいますけど、例えば安倍元総理の、死因が一体何なのか、この真相究明をしたいと。でもこういう議論をするとですね、長尾たちはなんだ、あの他に犯人がいるって言いたいの、なんか真犯人をなんか陰謀論で探そうとしてんの、まあ、そっちの方に勝手にあの議論展開されちゃうんですけど、そこまで進んでないんですよ。死因は何だったのかっていう、それだけを知りたいと。で今回のこの記者会見もですね、やはりそれは共通なんですね。まあ、被害者の、まあ、あるいは自殺と片付けられているんで亡くなられた方という言い方しますけれども、まあ、この方のご遺族ですんでね、あとご本人も言っておられました。あの17年経ってるから記憶もあやふやですと、ナイフに血がついてたんですか、ついてなかったんですか、どういう立ち位置場所に置かれたんですかっていう記者の質問に対してもね、それはね、17年以上経てばもうこれはもうあやふやですよ、もっと経ってますんでね、ですからあのやはりね、ここはあのご遺体がない状態で、あるいはその現場がもう復元されできないという状態で大変だと思いますけど、ここは一つに警察の方、あの真相究明をねしてもらいたいなと思います。ならば、次のフェーズとして吉田副団長がおっしゃるように、むしろ我々は捜査をしやすいようにしていかなきゃいけないと。何もこの事件に限らずですね。で次のフェーズには、まあ、門田隆昌さんのご指摘があるわけですね。3番参りましょうか。木原誠二副官房副長官の元夫で不審死を遂げた安田胤雄氏の父と姉が会見、これで2018年に警視庁捜査一課が再捜査していたことが明確に。木原氏は何がマスコミ史上まれに見る深刻な人権侵害なのかを説明を、海外メディアが報じればいよいよ流れは変わる、真実を知りたいとの遺族の願いが何よりも重要。そうなんです。今何が最重要かというと、真実はどうなのかということなんですね。あの副団長いかがでしょうか。
そうですね、なんだろうな、真実を知ったり、遺族の願いがもちろん、一つ大事なんですけども、まあ、遺族の願い、も大事なんですが、真実こそが大事なんですね。真実を知りたいって遺族の願いが大事なんですけど、その願いよりもさらに前に、犯罪があったのかなかったのか、そして実際に犯罪があったのであれば、その犯罪を起こしたものをきちんと、刑に服させなければいけないということなんですね。これが一番大事なんです。だからもしね、遺族がいらっしゃらないような、身寄りのない方に対する犯罪であっても、それは身寄りがいないから捜査しなくていいってことじゃなくって、やっぱり我が日本という国において法に触れる犯罪が行われ、犠牲者が出た、あるいは被害が出た、それについてきちんとそれに、対応したですね、法の報いを確立して、犯罪が絶対に見合わないものなんだと国民が確信を持てることが大事なんですね。それに協力をしようとしない政府要人などというものは国賊ですと私は思います。なかなかね、言葉の選び方が難しいなと思うのは、被害者っていう言葉を使いたい一方で、自殺かもしれないっていう、そういう可能性も排除できないっていう中で、あえて亡くなられたかったと。だけどもやっぱりコールドケースに入ってるってことは、多分自殺と断定できなかったけれども、ちょっとまだ他に調査しなきゃいけないことがあるんじゃないかなっていう、そういうことなわけですよね。まあそこはおっしゃる通りだと思います。で、門田先生がちょっとここでおっしゃりたいのは、マスコミ史上まれに見る深刻な人権侵害という言葉をね、木原副長官使われているんですよ。でもこれは木原副長官が人権侵害を受けたということよりも、多分うちの妻はそんなことやってないと、まあ戸籍上のご主人であれば、まあ、当然そういう感情を普通に持つと思うんですけれども、じゃあ具体的に何が人権侵害なのかということを、何もないようであれば僕はいきなり刑事告訴するんじゃなくて、例えば今回のような記者会見開くというのも僕は選択肢としてはあるじゃないかなと思うんですよね。で、事実としてやっぱり記者会見が開かれた、例えばこの記者会見の内容もじゃあ全部事実無根なのかという話がこれから出てきますよね。あとは奥様が、要は取り調べに類似する、あるいは家宅捜索を受けたということ自体が嘘なのか、だけどこれは多分事実なんだと思うんですよ。取り調べを受けた、家宅捜索を受けたということに関しては、だからそこから先に何もないのであれば僕は堂々とありませんということで貫けばいいんですが、昨日も申し上げたように、落ち着いた冷静な木原誠二さんにしては、マスコミ史上まれに見る深刻な人権侵害、誰の誰に対するどんな人権侵害なのかということが明確になってないという状態で、ちょっとこううろたえ方が半端じゃないなという印象があるんですけど、その点は副団長いかがですかね。そうですね、もう私はその刑事告訴っていう手段に出たことは、本当にやりすぎ。そうですね、私はそういうふうに思いますね。いろいろなその対応の仕方、反応の仕方っていうのはありますけれども、民間人と、例えば一国会議員と、そして、官房にいる、という人間ではやっぱりその対応は違ってしかるべきなんですね。それを、私は理解されていないのではないかというふうに思います。はい、まだまだ続けていきたいところでありますが、相変わらず明日は多分地上波はこのことをやらない
でしょうね、はい、中古車会社のことばっかりやっていた矢に漏れ伝わっております。はい、それでは4番参ります。マイナンバーカードですね、まあ、これは私のツイートですけど、デジタル庁へ立ち入りがあった、まあ、岸田政権の大きな打撃、マイナ問題の再発防止に危機感ということなんですが、まあ、これ大半が人為的入力ミスっていうことで、まあ、僕は全体の中のどれだけの割合があるか分かりませんけど、まあ、これ人為的に入力作業に関わっていた人っていうのは、まあ、いわゆる公務員として、入社職員として採用された人の作業なのか、それとも、まあ、派遣職員、まあ、派遣職員のほとんどは優秀でありますが、たまにスキルの低い派遣職員が、まあ、この業務に携わっていたのかと、まあ、膨大な作業コストに、コスト意識は排除されるべきだがどうなんだろうか。まあ、つまり中野区はどうかなんですかね。私が住民票を置いてる八尾市なんていうのは1階の市民課は全員派遣ですよ。あ、はい、でマイナンバー担当してる人もみんな派遣です、はい、パソナ の、 社員証を持って窓口業務をやっております。多分これはいろいろなコストを削減という、まあ、その派遣職員の方にもたまにスキル低い人がいますんでね、基本的には派遣職員の方だってスキル高い方々が多いだろうということを前提で言ってるんですけど、なんかちょっとこういうね、人為的ミスの中野区なんか どうなんですかね。やっぱりちゃんと中野区の正規の職員が対応してるんですか。まず、まあ、課長はちゃんと見ていて、でその下に派遣社員の、うん、派遣社員というか、まあ、企業から派遣されている人もいるし、うん、派遣社員というか、まあ、何とか付き採用、なんていうんだっけ、どう忘れちゃった、要するに期限移動のない、ああ、はい、採用の方もいるし、はい、で、奥の方には普通の職員もいらっしゃって、まあ、なんだろうな。いろんな方がちゃんとその役割に応じて、いて、まあ、窓口というかその、組員と直接一番対応するフロントのところにはやっぱり派遣社員というかの方が対応しているという状況です、ね。あ、なるほどね。はいはいはい。で、多分その方々の方がスキルが高かったり、専門的な、ね、専門的な意味ですよ。専門的なスキルがあったり、するので、そこには多分あんまり中野区ではその、ひも付けの間違いとかそういう問題はあまり起きていないですね。で、まあね、人為的なミスに対して5番高橋宏さんですね、これ公開処刑というふうに、書かれていらっしゃいます。この中身は、まあ、何かというとですね、まあ、元記事はですね NHK の記事ですね、見出しがなんかこうね、文法がおかしいな。マイナンバーカード本人希望で廃止のうち自主返納は4割近く。なんかこれね、印象操作がありますよね。これはまあ高橋陽一さん流に簡潔に要約すると、230万人分の97人。2.3 万人に1人のレアケースなのに4割という見出し、珍しい人を見つけて底辺だ、マイナンバーカード本人希望で廃止、4割近くか自主返納、なんかマイナンバーカードにを持っている方の4割近くが自主返納をしちゃってるというふうに、まあ、気を緩めてこの見出しだけをシュッと読んで記事を読まなければ、なんかちょっとそんな刷り込みになってしまうんじゃないかっていう、そういうご指摘ですね。これはやっぱりね、よくありがちな NHK マジック、まあ、バレバレマジックなんですけど、副団長いかがですか。これ本当ネットの時代になってよかったなと。そしてまあツイッターにコミュニティノートという機能がついてよかったなと、まあ、しみじみと痛感するわけですけれども、まあ、未だにですね、まあ、NHK に全幅の信頼を置いているお花畑な国民もたくさん、ね、いらっしゃるとは思うんですけれども、これ
どう考えてもですね、捏造に近いあの印象操作、もう嘘と言ってもいいぐらいのデタラメな見出しですね。あのこの、まあ、このコミュニティノートでもある通りですね、まあ、その230万人の中の97人なわけですよ。だ270万人中97人っていう見出しをつけるのと、廃止4割が自主返納と見出しをつけるので、じゃあ本当にね、どういうその、まあ、受け止め方に違いがあるか。これ例えばその、民間でこういうコマーシャルやったらですね、多分ね、あのジャロとかね、コウトリとか出てきて、あのこんな表示はやめなさいって勧告とか指導とか出ますよ。いや、僕らが番組でね、こういう情報発信を言ったらね、あの左派から袋叩きでしょうかね。だね、やっぱりね、まあ、僕は NHK っていうのは捏造変更工作の略ですねというふうにはよく申し上げるんですけれども、まあ、本当にここがこういう見出しで、まあ、国民の不安を煽るような4割が自主返納してんだ、自分もしなきゃみたいな、要するにこう、本人にとっても国全体にとっても、被害しかあの生み出さないようなことを扇動する、こんなところがね、よく受信料とかイケシャーシャーとね、皆さんに請求するもんだと、まあ、早く廃局すべきだという意をさらに強くいたしました。はい、ありがとうございます。なんかチャット欄にあの NHK はあの訂正をしたようなことを謝罪したんです。謝罪をした。あ、それはやったんですか。はい、あ、この記事に対してない、 そのようですよ、はい、あ、なるほど、そうですか、はい、まあ、それはそれで、まあ、あの一つ区切りをつけたということでしょうね。もう二度とないようにしていただきたいですね。はい、22時31分になってしまいました。本日1400人以上の方にご視聴いただきました。それでは一般公開ライブ以上とさせていただきます。おやすみなさい。ありがとうございました。ありがとうございました。